メリークリスマス。はい、ということで今回はですね、家族でクリスマスケーキを作ってみようということをやってみたいと思います。俺だけか盛り上がってる。ゆかりも盛り上がってる。あ、本当。これ大事だ。俺も大事だ。いい感じ。さて行こうか。じゃあ今回ね、用意したのはこれです。あの山崎のね、なんかデコレーションスポンジってやつ買ってきました。はい。毎年クリスマスケーキとかって買ってるんだけど、今年はちょっと家族でみんなで作ってみようじゃないかと。まあ見た目とか味とかそういうものよりもね、そういうこう楽しんじゃおうかということで、今回こういうことをやってみたいと思います。それでは行きましょう。あ、初めて買ったこれ。そう、こういう感じになってる。こんな感じになってますね。これ生クリーム乗せるか。お腹鳴った俺。お腹空いたんじゃん。うん。こんなもん、もっと、うん、いいよ。こんなもんでいいの？はい、うん。じゃあゆうた伸ばせ。ゆうた伸ばせ。うわ、すごい不器用感が満載だな。行ったり来たりみたいな。よくね、ほら、デパ地下行ってさ、見るじゃん、そうそうそう、回してないさ。回してない、皿を回してる、皿とかこう回す台になって回してるよね。お、いいじゃん。お、結構いってんじゃん。もっと？もうちょっと入れてもいいかもね。もうちょっと入れてもいいな。うん、どんどん入ってくれ。間に入って終わりになる。大丈夫？だいぶ平気。これもあっから。そうそうそう、大丈夫。で、消毒をして、で、どういうふうに置いていく？いちごまんべんなく置いてください。まんべんなくね。こうでいいか。こうのが向きが綺麗。ピテッキリ。よき。お、いいんじゃないですか？こんな感じです。オッケー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 。こんな感じです。いい感じになった。いい感じ。オッケー、うん、はい、でまた生クリーム、そう、生クリーム、生クリーム、またやんの、ね、お前足していい、ママいちご好きだから、うん、足していい、もっと入れる、うん、でもはやそれだけでもおしゃれじゃない、うん、おしゃれだよな、ね、これでいい感じする、これ最初こうかもしれない、俺全然ねえわ。周りの生クリームも残しておいてね。周りの生クリームがあるから、あ、それでいいか。足りなくない？大丈夫？大丈夫。大丈夫か？めっちゃ少ないじゃん。大丈夫だよ。大丈夫？大丈夫です。おー、ケーキっぽい。結構ボリュームだね。ボリュームあるね。ボリューミー、ボリューミー。なんか大きいマカロンみたい。いいじゃん。マカロン。めっちゃいいじゃん、これ。いいね、全体的にも、もう全部よ、全部これ全然足りねえよ。全然足りねえ。大丈夫って言ったじゃん、パパ。全然足りねえよ。なんか本当ケーキっぽくなってこない？なってきた、なってきた。マジで。これもガーッてやる。そうだね。ギャーッと、うん、おー、お、いいね。よき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 。伸ばせ。伸ばせ。伸ばせ伸ばせ。これケーキならねえな。やばいやばいやばい。大惨事大惨事。子供たちがいたずらしてるだけだな、これじゃな。それとはこれ、うん、生クリーム飾りの生クリームをやってから先にやるの、うん、飾りの生クリームをやるか、やるか。全部俺か。2人してなつりつき合いみたいな。うまいじゃん。
おーやいい感じ。なんかそびえ立ってるね。いちごどこに乗せんのよ。めっちゃそびえ立ってる。ここ全然こっちが完璧すぎる。いちごどこに乗せんのよ。これでいいんじゃないの。うん、あとどうする。チョコペンとかあるけど、チョコペンとかこういうところにさ、書いちゃう。大丈夫大丈夫。なくなった。こっから見てくれ。やばいやばい、悲しすぎる。いいんじゃないか。かわいいね。かわいいじゃん。いいんじゃないか。完成完成。ちょっとすごいね。やったよ。意外とクオリティが。やったよ。ケーキじゃねえ。かわいいじゃん。ケーキよ。できた。どう？すごい上手じゃない？上手。いや全然上手だよ。ゆかりすげー。すげーすげーすげー。ほら。お、いいね。できた。いいね。いいねいいね。オッケーだ。オッケーじゃん。はーい、ということでこれからクリスマスパーティーを始めまーす。まずはこちら。クリスマスといえばシャンメリー。シャンメリーを今回買ってきました。あとはここにはピザとチキン、あとサラダ用意しました。でこっちに行くとさっき作ったケーキがありますね。あとはママさんの手作りクリームシチューも一緒にいただきます。これパンってなる？ないと思うよ。あ、ママなんないでしょ今の。え、これどうやってやるの。これこうあってじゃないかな。開ける、回して開ける。え、なんでみんなびっくりしないの。これやめた方がいい。ない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 、どうなるよ、だって。えお、なるじゃん。ワイングラスあるんだけど、あ、シャンパングラスあるんだけど、そう、あの倉庫だから、ね、OK。 それではメリークリスマス。スポン。うん、シャメリー美味しい。いいねいいねいいね。うん、シャメリー美味しいね。ね、美味しいね。少々、うん、とりあえずこれ拍手するね。嘘、冷めちゃうから早く食べよう。食べよう食べよう食べよう。走れソリよ。そこハミングじゃん。そこハミングじゃん。そこハミング。歌詞が全くわからない。あっちゃう。うん、うん、うん、おいしい、おいしい、うん、おいしい、おいしいね。うん、バッキリ集まってる。あ、チキンも美味しいじゃん。うん、美味しい。チキンも、うん、食べてる。うん、うん、うん、美味しい美味しい。チキン美味しい。なんかクリスマスの思い出ってある？ゆうかと言ったわ。小さい頃のクリスマスの思い出とか。クリスマスの思い出、うん、ある。え、プレゼント、サンタさんがね、プレゼント持ってきてくれるんだよね。うん、あ、そういえばいつの間にかクリスマスツリーって飾らなくなっちゃったな、うん、ね、必ずやって、うん、おっきいやつ買おうっつったら天井まで届いちゃって、こう曲がっちゃってるのがあったよね。でかいの買いすぎちゃって、うん、欲しい欲しいって言ってね、うん、でかいの買おうっつったらでかすぎちゃって。そうなんだよ、うん、そんな時あってね、うん、サントさんからのプレゼント、なんかね、シルバニアもらったのが一番すごい覚えてる。ほんと、女の子ってさ、うん、好きじゃん、うん、シルバニア、うん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 、そのシルバニアの、うん、なんか
大きな赤い屋根のお家、うん、だっけ緑とか赤とか、うん、家がすごい持ってたよね、うん、それが好きでさ、うん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 、プレゼントでもらったりとかしたの、うんうん、ゆうたは俺すげえキャパが違うよね、イタリアの自転車マウンテンバイクとかさ、イタリア製のマウンテンバイクとかさ、うん、チャレンコ補充器、うん、プレステスみたいな、うんうん、赤い自転車が欲しいっすよな、うん、で、カゴがないやつがいいとかってね、うんうん、サンタさん大変だったと思うよカゴなしの探すの、赤い自転車で美味しいな、うん、うまい、美味しい、うん、十分良かったね、今回、うん、良かった、良かった、うん、毎年クリスマスとかってさ、うん、今年は失敗しないかな、大丈夫かなみたいな感じがあったりする、うんうん、そうそうそう、うんうんうん、オッケーオッケー、うん、十分美味しいチキン、うんうん、ゆうと食べな、ね、ジューシーチキン、うん、本当はね、うん、チキンとかもね、ママ作ってくれるみたいなね、うん、言ってたんだけど、うん、食べてたんだよね、そう、時間の都合上、そうこちらになりました、ね、お時間の都合上、はい、十分ですよ、うん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 、美味しいね、うん、サンミリーも感じです、うん、あ、これで食べてるとまたさらに美味しいよその顔それではそれではケーキの時間です、ケーキ切りまーす、クリームいっぱい入ってるから、こんな感じ、見える、うん、それではクリスマスケーキいただきます、いただきます、たまに間が入るときあるどうだろう、どうだろう、どうだろう、俺が作ったケーキ、俺とユタで作ったケーキ、いいね、あ、いいね、クリームいっぱい、どう、うん、うん、うん、おいしい、ちょっとカステラっぽい、うん、感じがね、うん、しっかりしたね、うん、しっかりした甘さがある、しっかりした甘さがある、うん、ほんと、うん、うん、おいしい、おいしい、うん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 、もういちごもおいしい、やっぱプロだよね、ね、普段作る人はね、見た目も全然違うもんね、うん、ほんとだよね、だけど、うん、いいじゃない、こういうのってね、うん、自分たちで作ったみたいな、うんうんうん、楽しいしね、うん、楽しい、楽しいし、いいよ、これそんなに見つめられるとすごく食べづらい、食べたいの？何？何？ごちそうさまでした、家族みんなでのクリスマスパーティー最高でした、ビンピラピン、ピラピラピン、ピラピン、それではバイバーイ、メリークリスマス、メリークリスマス。